はい、どうも、不明だよです。今回ですけども、ビンゴ、18番目の、ミッションが、結構難しいんじゃないかと、言われておりまして、こちらのね、攻略動画やっていきたいと思います。まあ、これもね、ツム持っていればめちゃくちゃ簡単だし、まあ、持ってなくても、まあ、常駐のツムとかでも、まあ、割と簡単にクリアできるのかなと、いうことで、やっていきたいなと思います。はい、ということで、おすすめをね、お気に入りにしたんですけど、まずはオーロラ姫、常駐ツムだとオーロラがおすすめかなと思います。はい。まあ、スキル1、スキル2でも全然、ボム出せるかなと思います。はい。で、一番おすすめはね、プリンセスアリエルですね。これが一番簡単です。スキル1でもめちゃくちゃ簡単にクリアできると思います。サークル上に消します。これでボム1個生成して、縦ライン上に消して、それでもボム生成して、でその後にボムがねまた2つ生成されるんで、1スキルで4つね生成されるんで、めっちゃ簡単にクリアできるんじゃないかなと思います。あとは女王&鏡ですね。これが一番おすすめかな。コイン稼ぎしながらで考えるとこれがおすすめです。あとはリドル、こちらもまあスキル1とかでも簡単かなと思います。はい。まあプリンセスアリエルは本当にスキル回してるだけでも簡単にクリアできるんで、今回リドルで攻略していこうかなと思います。まあ、他にもねいろんなツムいるんですけど、例えばジゼルとかもいいかなと思います。はい。ジゼルをまあローンチェで全部消すんじゃなくて 3,4 チェーンしてボム狙っていく感じで、やってもいいんじゃないのかなと思います。はい。ということで、まあ一応ボムこれでいきましょうか。これあればさすがにクリアできると思うんですけども、はい、やっていきたいと思います。まあ、皆さんもね、まあ、何でクリアしたのかっていうところとスキルレベルですね、ぜひコメントで教えてください。まあ、多分ねボムアイテムすらいらないと思うんですけれども、感じです。普通にやっててもさ、チェーンが多く作られるんで、割と簡単にいけちゃうんじゃないかなと思うんだけど。集中しちゃうの。スキル1のリドルなんてくっそ久しぶりに使ったんだけど。やべ、ミスった。めっちゃミスったね。いや、ボムが消えてしもうた。これまあクリアできてるでしょ。いや、4000行きたかったな。さすがにクリアできてると思うんですけれども、まあさあ確認していきましょうか。やっぱリドルもスキル1で優秀っすね。スキル1でね、54割で4000平均ぐらい出ちゃうんで、普通に優秀かなと思います。さ、あとは、まあ、スコアはね、いいとして、まあ、ミッションですよね。赤いつも OK?OK?、OK? OK?
クリアできんかった。結構きついぞ。ちょ待って、刻んでいきます。俺ロンチェしてたけど刻んでやります。すげえ余裕 やと思ったら全然いけてなかった。まあちょっと一発撮りでやってるし、まあちょっと意外とむずかったな。余裕かと思ったけど、まさかの波乱の。ジョッコイン稼ぎつつやろうかなと思ったけど、全然行ってなかったことにショック。繰り越し、ここも刻んできます。刻むんで、いやこれでもループしに行った方が良かったか、ループってか繰り越ししに行った方が良かった。うい、繰り越しないし。そう、やっぱ刻んでるから消去数が少なくて全然コイン稼げてないですね。いやーすげえ余裕だと思ってたんだけどな。どう、これクリアできてるのかな。さあさすがにクリアできてると思うんだけど、どうだろうか。コインは全然稼げてないけど、ボムは稼げたと思うんだ。刻んだんでさすがにクリアできると思うんですが、いけてましたね、さすがにね。はい、っていう感じで、ちょっとねロンチ狙うと、まあ、コイン稼ぎできるんだけど、ボム的には61個とかだったんで、まあ、タイムアイテム使えばロンチでコイン稼ぎしながらできるかなと思うけど、まあ、ちょっとそういうわけでは、54のみとかでやりたい方だと、まあ、ちょっと刻んでいかないと厳しいのかなと思います。はい、という感じで、まあ、スキル1でもリドルでね簡単にクリア、簡単って言ったらあれかもしれんけど、まあ、全然クリアできますし、まあ、一番のおすすめはやっぱりプリンセスアレルかなと思いますので、まあ、この2つですね、ぜひ使ってみてください。コイン稼ぎしながらだとジョーアンの鏡、あとは一応常駐枠だとオーロラ姫がおすすめでございます。ということで、ちょっと1プレイ目クリアできなくて申し訳なかったですけれども、まあ、ちょっとね参考にしていただけたらなと思います。それではこれで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それでは、バイ。